3分ぐらいですかね。もうめちゃめちゃ簡単で早いです。本当朝忙しい。人差し指サイズです。可愛いサイズです。お弁当のね、お弁当の早いですね。片付けるのもちっちゃいお椀2つぐらいで十分なので、言わない言わないスタイル言わないスタイル。ワガーデンのニクラです。ワガーデンのニクラです。新しい冒険だ。ちょっと待ってみました今回はねちょっとすぐにできるんでね、ちょっと最初に時間稼いどこかなと。カットされちゃうんだけど尺稼いでどうする。尺稼いで、はい、ということで今日はですねオムレツを作っていきたいと思います。オムレツ難しいよ。難しいですよ。では今日使う食材はこちら、こちらというかこれだけ。手間もかけずに、はい、時短にもなって時短一人前から作れる可愛いサイズのオムレツを作っていきたいと思います。あ、これはいいですね。そうですね、オムレツというとこう手間かかって手間っていうかね、大変で技術が必要だなと思っちゃうけど、ちょっと食べんのな、ね、どうかなって思いますけど、冷凍で買ってくるしかねえかなとか思っちゃうんですよね。お子様も一緒に作れる、あ、なるほど、可愛いのができますのでね、ぜひぜひ楽しみにしていてください、うん、楽しみにしておきますのでよろしくお願いします。お願いします。オムレツなんでね、卵と牛乳、焼くときだいたいバターで焼いたりとか油敷いたりしますけど、それの代わりにマヨネーズ、こちらを使っていきます。便利だね。便利ですね。世界のマヨネーズ、おキューピーさん提供お待ちしております。自家製マヨネーズは作んないの？ああ、手間かけないタイプなんですなるほどキューピーさんにも分だっこでいきます。はい、でまず卵ですね。当たり前のように卵と卵ちょっと混ぜておくと、牛乳とマヨネーズ入れた時にシャバシャバにならないのでね、軽く混ぜてから牛乳とマヨネーズ、マヨネーズがやっぱつなぎになりますんでね、よく混ぜます。チーズはですね最初に入れてもいいんですけど、まあ後入れの方がね綺麗に仕上がるんで後に入れていきます。こちらを器にラップします。器にラップしてちょっと流します。使う卵これだけ超かわいいオムライスできますんでね。でこちらは500ワットでまず40秒軽くふわっとしてチンしていきます。はい、まず40秒ぐらいですね。だとちょっと表面が固まって中がまだ生の状態なのでムラなくなるようにちょっと混ぜます。やっぱオムライスとかだし巻きって層が多い方がねふわふわ仕上がるんで、こんな感じです、うん、そうなんだ。なんかスクランブルエッグっぽく見えますね。いい感じですね。いい感じなんですよ。それで食べちゃうよ。いやこれで食べたいよこれで食べたいけども、ここにチーズを入れていきます。でチーズちょっと塩気がありますんで調節していただければと思います。こいつを入れて20秒チンします。レンジで20秒しました。チーズが溶けていい感じですね。オムライスでこの返すやつ、オムレツこれできない人とか、はい、うーんって思う人います。これラップしてるんでねめちゃめちゃ簡単です。端と端持ってくるくるくる、あらららら、何それ、くるくるくる、あ、かわいいの出てきた。これおーぽよんぽよんかわいい。これずっとこれ触ってられるやつ。でねでね、これをですね端っこ直近しますこれスルスルスルってこう取れますんでね、ちょっとくるこんなかわいいのできました。これでアレンジですね。こちらもうめちゃめちゃかわいいやつです。こちら、うん、さっきと一緒です。くるんってしてこれを真ん中切ってみると、はい、もちろん可愛いオムライス。もっと中にご飯以外にも入ってますか？ご飯、あとあの混ぜご飯ですね。ケチャップライス、ベーコンと、あ、ちょっと見えにくい黄色に黄色入れちゃったんでコーンも入ってるんでね、このサイズだったらお子様も食べられるし一緒に作っても面白いかと思います。さっきのチーズ入れるタイミングと同じところにご飯入れる、そういうことですね。チーズの代わりにご飯入れて、でご飯もケチャップライスなんでチーズの量を抑えたりとか塩の量を抑えたりとかしていただければと思います。可愛いサイズ。では
改めてレンジで簡単のオムレツの完成です。実食タイム、実食タイムです。かわいい、かわいい。これもうね、手のひら卵1個でしょ、人差し指サイズです、ね、お弁当のね、お弁当の入るしね。そうです。じゃあ実際に食べてください、ね、簡単でいいですねこれね。今気づいたけど2人ともケチャップ下げない。なんか申し訳ないかなと思ってケチャップ避けちゃった。色も綺麗に黄色が生えてますし、片付けるのもちっちゃいお椀2つぐらいで十分なので、これはぜひぜひやってみる、やってみる価値はあると思います。価値どころかやってみるべき、うん、一度試してみてください。試してね、やってみていただければと思います。ぜひぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。で、我が社では一緒に働ける仲間を募集しておりますね、はい、新宿西麻布渋谷とありますんでね、楽しく一緒に仕事しましょう。お口サイズ、お子様と一緒に作れるやつです。で、アレンジですね、こちらもうめちゃめちゃ可愛いやつです。あー、だいすごいアレンジ。お分かりいただけただろうか。あー、だいぶ2階から目薬みたいになる。ねえねえ、急にねえねえねえ、今のもアレンジです。すごい、あ、もうアレンジです。失敗するというアレンジです。誰振ったの。一緒に働けるボールの仲間、調理する仲間、大募集しております。新宿渋谷西麻布店で和食中心にやってます。一流料亭出身やイタリアン出身の方もそんなメンバーがいます。もちろん男女を歓迎しております。どちらでも大丈夫です。地方から上京される方も大歓迎です。料理、接客、店舗運営に興味ある方、プロフィールのリンクから募集しています。お待ちしております。待ってます。チャンネル登録といえば、はい、なんとスリのチャンネル1000人突破しました。イエーイ。苦節38年、ほんとだよ。まあね、11ヶ月ぐらいぐらいかかりましたけどね。で、1000人コツコツとコツコツと皆さんのおかげで、はい、1000人超えることができました。できましたんでね、今度はまだまだ0を1個増やすぐらいまでね、まだまだ伸びていきたいなと、いきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。目指せ気まぐれクックですか。お、ライバル、ライバルです。一気に大きく出ちゃった。まあでも、まあ、その勢いで行きましょうよ。楽しくやっていきたいと思います。